映画「リアリティバイツ」のテーマソング「Baby I Love Your Way」の大ヒットでアメリカのレゲエシーンに新風を吹き込んだビッグマウンテン。94年に日本で行われたレゲエフェスティバルでは雷雨の中エネルギッシュなライブパフォーマンスを見せつけ日本のレゲエファンをうならせました。そんな彼らがおよそ2年ぶりとなるオリジナルアルバム「クールブリーズ」を先月リリース。サザンオールスターズが去年大ヒットを飛ばした「津波」をカバーするなどスイートでメロディアスなサウンドを聴かせてくれます。はい、ということで改めて紹介させてもらいます。ニューアルバム Cool Breeze を先月リリースして今日本にちょうど来ている真っ最中のビッグマウンテンの皆さんです。Nice to meet you.皆さんは本当に日本にはもう毎年と言っていいぐらいいらっしゃってると思うんですけど、どうですかここ最近の日本でのレゲエの盛り上がりは。Well, there's a lot of strong support. You know, reggae has been a part of Japan now for a lot of years, and concerts like Reggae Sunsplash and Japan Splash have made it so there's very, very strong following. そうですね。結構なんかすごく熱心に応援してくださる方が多いのと、あとまあ大きなフェスティバルなんかも、まあそういう意味では随分長く昔からなんですけれども、日本の一部にもうレゲエになってるかなっていう印象を受けますね。そうですよね。キノさんは13歳の時にやはりさっき映りましたボブ・マーリーにすごい感銘を受けたって聞いたんですけど、やっぱりそれはすごい大きなものだったんですか。 Oh man, you know, Bob is such an incredible influence, I think. 本当に信じられないから影響されましたよ。まあ僕だけじゃなくてレゲエのミュージシャンみんなそうだと思いますけど、 Personally for me, he changed my life. He set my life in a whole new 人生変わっちゃいましたね。あれで僕の人生方向づけられちゃったかなって思います。例えばボブ・マーリーが生きてた時代と環境も時代というのもすごく違うと思うんですけど、そういう中でどういった気持ちを受け取ったんですか。 Well, I think there's always messages for reggae music, you know. でもやっぱりメッセージは変わらないでしょう。 That's the big thing about Bob is that he inspired many, 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 many people. ボブはね、本当に数限りない人に影響を与えてますから。僕らそういう中でね、レゲエをやっていけるすごくラッキーなことだと思いますよ。彼のおかげでね、こういった国際的に日本までレゲエが届くような可能性が開けたわけですからね。それをだからこれから僕らが永遠につないでいかなきゃいけないと。なるほど、なるほど、深いですね。今回のアルバムではサザンオールスターズの津波をカバーして話題となっているんですけど、津波をこう初めて聞いた時の感想は。You know, it's a funny story because I was walking through a record store. With a friend and representative from Pony Canyon. I like great songs. 本当にいい曲だなってその時思ったんですよ。それでそのままレコーディングすることに。Is it how it came about for you to record a song? Well, you know, after that incident, I kind of forgot about it. その後ちょっと実はちょっと忘れていたんですけれども。そうなんですか。So the representatives they came up and they said, remember that song? 日本のちょっと代理の方がね、そういえばあの曲あったでしょ。私はその時に、あれのレゲエ版作ったらどうかなって言われまして。Sometimes when you make a reggae version of a song, it gives the song a new life. レゲエバージョンにすることでその曲に新しい命を吹き込むこともできますからね、場合によっては。レゲエをやってる方ってすごく広い心で広い愛を歌ってるように聞こえるじゃないですか。でそういう人が普段どういう生活をしてるかっていうのを知りたいんですけど、例えば僕なんかみたいにもう毎日毎日追いやられて焦って生きてるのか、それの裏返しなのか、もしくはすごいのんびりと青空の下で生きてるのか、どういう感じなんですか。Paul's Jamaican, by the way. 彼がね、ジャマイカ人なんです、きっと。だから、普通は何してるの？Think of ideas for the next album. で次のアルバムのこと考えてた。Paul's always working. 常に仕事仕事、音楽のことで頭いっぱいの人ですからね。やっぱり基本的に音楽漬けの毎日なんですか。Is that what it is? Totally soaked into music.
children. We all have children. So it's we're either spending time with our music or spending time with our families. We're all normal. だから本当普通ですよ。やっぱりそういうなんていうか家族からの愛っていうものがすごく音楽表現に高まってきたりすることが多いんですか。Of course. もちろんそうですね。That is a very big inspiration. やっぱりとっても大きな僕らの音楽にとっては大きなインスピレーションですよ。家族の愛は。Especially in a business like this, you really do need to find a balance in life. You know, 人生で何かバランスの取れるものが必要になってくるんですよ。It can get a little crazy sometimes. 時々やっぱりこうなんか毎日の時もありますからね。バランスが崩れちゃう時もありますから、なんかこう夜中とかパーティーで騒ぎすぎちゃったりとか、いうこともありますから。その人間のあらゆる感情に訴えかけやすい音楽だなと思うんですけど。 appeal to, you know, lots of different kind of emotional states. What do you think, Jamaica? Would you like to? Well, reggae music was created in, you know, an island, you know, Jamaica, which is a sunny, Jamaica という、ね、天然に島で生まれた音楽ですからね。だからそういう意味で本当にもう両手広げていろんな人をこう歓迎する音楽ですよね。いろんな人の住んでる島ですし。本当ああいう場所はレゲエという音楽が生まれるにはもう完全無欠の場所だったんじゃないでしょうかね。だからそれをやっぱり僕らも自分たちの音楽の中に というか僕らという存在の中に溶かし込んでいきたいなって思いますね。長年レゲエミュージックをやり続けてる人として、最近日本でもレゲエをスピリッツをちゃんと持ちながらやってる人たちが増えてきてるんですけど、そういう人にエールと、あとなんか秘蔵の技を授けてくれたりして。そうですよね。And all I can say to them is this music is like a very positive とにかくこの音楽はとっても前向きでメッセージを持った音楽ですから、それを本当に心から歌って広げていくこと。やっぱりそのメッセージミュージックですから、本質はね、レゲエの本質は。レゲエミュージシャンにはね、そういった To create a betterment of the human race. 人間をね、より良いものにしていくための必要なメッセージを広げていく責任が僕らも、だからその重荷を背負ってやってるんだと思う。歌ってる内容はね、貧民街とかそういったところから生まれてくる内容かもしれないけれども、歌いたいのはそういう状態だけれども、もっと前向きに生きようよっていうね、チャンスは大事にしようよっていうことなんで、それは伝えていきたいですよ。いい話 来てくれてね。いっぱい来ました。来ました。もうそろそろ時間的に歌の準備をその津波をアコースティックバージョンでパフォーマンスしていただけるということなんで、すごい楽しみです。歌の準備をそろそろしていただきましょう。よろしくお願いします。Thank you. Thank 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 you.
心がなんか気持ちよくなってくる。喋ってるだけでもそうでしょ、ね、レゲエのリズムが会話でもあった気がした。はい、大きい感じがしました、ね、すごい良かったですね。じゃあ準備ができたようなので聴いていただきたいと思います、はい、曲は津波です。